税金の大幅な引き上げに伴い、今日からタバコが一斉に値上げされます。販売店では値札の変更などの対応に追われました。現在10月1日の午前0時を回りました。たった今タバコの値上げが開始されました。税金は1本あたり 3.5 円引き上げられますが、タバコ各社の主力商品は1箱20本入りで110円から140円ほど値上がりします。値上げ幅は過去最大です。朝に5カートン、今2カートン、もう1軒ぐらい行ってもう2カートンぐらい買うかななんて。小遣い制なので、もう本当に1日の生活をどこで切り詰めようかっていう。タバコ会社大手の JT によりますと、駆け込み需要のために今年4月から先月までの販売本数は1割程度伸びたものの、その反動から今後半年間で5割近く減る見込みだということです。財務省は今年度630億円のタバコ税の増収を見込んでいます。